はい、今回も MGT3 で、今回はこちらです。こちらですね、2017年のマカオですねに参戦した、リンキンパークカラーって言うんですかね。で、作ろうと思います。まあ見ての通り結構なデカール難儀しそうなんですけど、実写画像を見る限り、ですね、ツヤありのようですね。なのですごい久しぶりのツヤあり仕上げになるので、ちょっとやり方忘れてないか心配ですが、ツヤあり仕上げにしていきたいと思います。なんだこれ、これなんか間違っちゃったやつですかね。なるほど。ここのデカールが色が間違ってる、ミスプリントがあったようで、それの訂正デカールが入ってますね。はい、あといつものエンブレムデカールがついてます。これだけなんか別印刷みたいですね。はい、いやデカール多いな。はい、で、あとは、マカオ を走ってる仕様なので、実写画像を見る限りスプリント用のようで、ライトはキットの純正ではなくてこれですね、SK デカールさんの出しているライトのパーツを使って、ノーマルのライトの形状にするということと、あとライトの下の補助灯は埋まってるので、これ埋めて塗装ですねしていこうと思います。はい、そうだな。あとはちょっとよくわかんないのが実はあって、これここに BBS っていうロゴデカールがバーっていっぱいあるんですけど、これ多分ホイールに貼るデカールだと思うんですね。ただこんなにいっぱいあるんですけど、実写画像だと1個のホイールに何枚貼ってあるのか確認できませんでした。1枚貼ってあるのしか確認できなかったんで、これどう貼るんでしょうねっていうのはちょっとわからないです。はい、あとその下の点々ってデカール、これはどうやらこのホイールに貼るデカールのようなんですけど、ちょっとこんなちっちゃいの、こんなちっちゃいデカールうまく貼るかわかんないなっていう感じですね。あとこれミラーなんですけど、これ全面黒です。全面黒で、ちょっとデカールを見たときはこの黒よりちょっと薄い色のところにミラーがあるので、もしかしたらこの色ですね、この色のところにデカールじゃないミラーがあるので、もしかしてこの色なのかなっていうのがちょっと気になって、この色だとしたら合わせるの大変だなと思ったんですけど、てか何色かなって思ったんですけど、実写画像を見る限り黒っぽかった、この色じゃなくて黒みたいに見えたので、黒で塗装しようと思います。そこは悩まないで済まそうかなと思いますね。はい、ということで、いつものことを進めていこうと思います。はい、